こんにちは。こんにちは。先輩、断じて恋では第5話が今夜放送されます。第5話では金田くんが柳瀬の家に来てくれました。はい。どうだった俺の家。ちょっとチラ見せするあれかな。でもちょっとあの、ね、スタッフさん顔映さない。まあいいけど、ね、ちょっとこっち側にするこの角度をさ、うん、こういう感じにして。あ、オッケーオッケー。ちょっと周りをさ見せる。うん、こんな感じかな。あの多分見てくれた人たちは分かる風景だと思うけど。あ、まあ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 。めっちゃ素敵だね。あ、待って、黒。黒。あれ？あ、来た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 。ね。暗いな、でもちょっと。うん。なんだっけ？あ、家の話？あ、そう、家の話。まあちょっと家でもね。うん。違うわ、今の違うわ。いや、勘違いしてた、うん、実は今ね、最終回を撮ってるからね。そうね。あ、言っちゃダメか、これは大丈夫なんだかぶっちゃったけど、この家でなかなかいろいろなことがたくさん起こるし、ね、撮影も終盤に、うん、しかも最高なシーンが結構多いので、この5話は。そうだね。じゃあ皆さん楽しみに、楽しむのを伝えてください。楽しみ、あ、楽しむのを伝えてください。楽しみにしててほしいですね、はい。でなんか感想とかも、うん、たくさん、うん、あ、まあちょっとね、これはね考えよう、まあ、考えてるだろう。この時にはもう多分ね、ハッシュタグとかさ、あ、はいはいはい、そうそういうのもいっぱいさ、うん、皆さんにツイートとかねしてもらえたら嬉しいね。そうね、うん、じゃあバイバーイ